こういったようなちょこちょこ椅子が足ぶつかったりとかしてるかと思うんですよ。あれはカチッって言ってる衝突防止のものなんですけど、そこのさらに下にですね、赤いレーザーが出て色を認知してるんですけども、それだけじゃなくて傾きですとか落ちそうになる時のその本体自体の例えば重心が動いたりですとか、そういったような部分までセンサーを入れることで転落防止のところはより可能性っていうのを減らすことには成功しています。 S1 とかのやつは傾きとかのそれがなかったんですか？傾きはそうです。